いついかなる時でも完璧である。願望を叶えてすいすいやってきたのに、突然反動で以前よりひどくなった状態の人がいると聞きますが、108さん、携帯さん、画家さんとかってそんな反動みたいなのはあったんですか？引き寄せを知る前の出来事です。私は日展に初出品初入選して以降、連続6回まで入選しました。7回目の制作中に自分の作品に対しやや疑義が出てきました。今回は落選するのではないかと。そして落ちないように頑張って制作しました。落ちないようにとは、落ちるかもしれないという確認です。つまり不安で頑張った結果落選しました。落選通知を受け取った時、こう叫びました。完璧だと。これは反動ではありませんが、受け取ったものはどんなものであれ、私が望んだものです。引き寄せ的には失敗になるのかもしれません。不安で行動したのですから。しかしどんなことでもしっかり受け取ると、それで本当に良かったという結果が生まれます。もしこの落選を私の望んでいないものが来てしまった、失敗だと定義すると、望まない結果や失敗に見える結果を生むでしょう。後付け臭い理屈になりますが、この出来事をしっかり抱き取ることで、この辺で一回休んで自分の作品に対峙するかと私が望んでいたことがよく分かりました。この連続入選街道と自分の作品への取り組みはあまり関係がありません。自分の作品への取り組みが連続入選更新という負担に阻害されていてはお話になりません。その負担を手放したかったのです。反動とか失敗とか、あるいはうまくいったとかは全て評価です。で、評価は判断です。しかし本当は携帯さんもおっしゃった、いついかなる時でも完璧であるというのが真実のようです。それが分かれば心配することもありません。こういった心配は、いいことは長くは続かない、必ずしっぺ返しがあるかもしれないという観念から生まれているようです。反動というしっぺ返しがあるかもしれない、これは要注意かもと。しかし果たしてしっぺ返しが必要でしょうか？いいこともあれば悪いこともある、それがバランスだという人もいそうですが、いいこととか悪いこととか、うんふんっていうのは人間の都合であり、私がそう判断しているからあるのであって、起きていることは基本的にフラットです。これ以外に反動という現象があるなら、おそらくは定義づけの問題でしょう。今回の動画はここまで。チャンネル登録、高評価をいただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。